今回はできる人はこれしか言わないという本をご紹介します。伝えることは容易ではない課題です。これは人々が様々なシーンでコミュニケーションを取る必要があるからこそ特に重要です。プレゼンテーションだけでなく、営業、接客、ミーティング、社内コミュニケーションなど日常的な状況でも伝達スキルが要求されます。しかし多くの人が伝えることが難しいと感じています。なぜなら自分のメッセージが相手にどのように受け取られているかを正確に理解することは難しいからです。自分が話す内容に自信があっても相手からはそれがうまく伝わっていない可能性があるのです。この難しい課題に対処するためにビジネスコミュニケーションの専門家は1万人以上のビジネスプロフェッショナルをインタビューし、一瞬で人々の心をつかむ方法についてのヒントを提供しています。実際、優れたコミュニケーターは簡潔で印象的な言葉を使うことが多いと言われています。その力強さは本の目次を見れば一目瞭然です。一行の見出しでもコミュニケーションが得意でない人々に刺さる言葉がずらりと並んでいます。これらの言葉は時には自己評価に対する厳しい指摘かもしれませんが、自己成長の機会と捉えることもできます。この本に紹介されているコミュニケーションのテクニックは高度ではなく、準備と意識の少しの調整で実践できるものです。ただし自分自身では気づきにくいことが多いのが現実です。心をつかむコミュニケーションスキルはコミュニケーション能力を向上させるだけでなく、人生そのものにも変化をもたらす可能性があります。そのためこの本は成功したコミュニケーションの秘訣を知りたくなる一冊と言えるでしょう。